これね、これ泣いてさ、俺よく泣くんだよ。こういう、はい、なんていうの、よくチームゲームとかすると、俺よく泣くの。よく泣くんだ。でもね、変な雰囲気になったりするんだよ。うん。たそのコミュニティによっては。はい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 。でもならないから。もうそう。そう。ここ全員同じ感性が、そう、同じ感性が揃ってるっていう。本当にいいチームなんだよ、これ。だるまさん以外ね。確かにね。おいおい、こら、おいこら。おいこら。だるまさん、ニヤニヤします？おい、引くほど泣くぞ、今から。全部だっけたわ。5対1の構成に引くほど泣くぞ、今から。マジで。全てから出し切ったわ。全部出しました？うん、全部出した。全部の穴から出してきたわ。全部ね、ナイスナイス。あ、泣かん枠も大切なんだよね、実は。そう。俺が保ってんねん。そう、実はなんか全員で泣いちゃったらバランスが、そうだから俺こらえとんねん。いやーこらえようとしたけどダメだったわ。バランスが、ね、こらえる枠で言おうとしたけどこらえられなかったわ。どこから出てた、どこから出てた。いやもう試合、いやあのね、攻めの時から出てたわあの60ぐらい、多分6対10ぐらいの時からかな、多分。実はね、キャラコンで感じるんだよね、マジで。そうな、もう試合中にさ、泣き声を伝えるわけにもいかんし、うん、ドローン飛ばした時にハンターズ・フューリーが飛んでくるのがすごくすぎて。そうだ、頑張りたい。やべ、何する？頑張りたいよ、相場は。行きましょう、もう。行きましょう、サブリー。行こう、行こう、行こう。やりやしょう、やりやしょう。助けられてるから。だから、もう俺がもうソバルトさんのドローンとリーコン必要ないぐらい、もう行ってくるから、俺が。うん、俺もその後ろから変わってるわ。そうしてくるから、もう、あ、ドローンいらん、あ、ドローンいらんって。ありがて。で、俺がもうドローンリーコン欲しいって言っちゃってる時点でもうね、頼っちゃってるから。なるほどね。頼らないぐらい行ってくるね、俺。そう、でも自由にね、自由にできるぐらいね。うん、そうよ。